本日はスタミナ太郎に美味しいカルビを食べに行ってみたいと思います。まずはお惣菜から。もつ鍋はサーロインの脂身みたいに甘みがあってとても美味しかったです。手羽先を再加熱すると柔らかくなってとても美味しいです。焼きマシュマロはおすすめです。クリーム状に溶けてとても美味しかったです。カルビを焼いてみたいと思います。甘みがあってとてもおすすめです。筋が少なく柔らかいカルビでした。デザートとアイス山盛りです。オレンジアイスとチョコソースの組み合わせは最高です。本当にお母さんが デカ盛りカレーも作ってみました。デカ盛りカレーで限界に近くなってしまいました。少量だけ追加して終了にしようと思います。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。